吉しのぶさん、こんばんは、こんばんは、こんばんはです。しんさん、待ってました。と也やさん、こんばんちん。えー、ドラマオタクさん、待ってた。お待たせしました。麦茶さん、こんばんは。すかいさんも、こんばんは、先生。すかいさん、こんばんは。風、いやいや、ちょっと今、あの、むせました。<laughs> 失礼。ゆうとさん、こんばんは、こんばんは。すいません。ちょっと今日ね、開始が遅れちゃいました。すいません。えー、土曜日の、土曜日の夜、皆さん、ん土曜日の、 夜、いかがお過ごしでしょうかえー、ちょっと私はあのプライベートの方がちょっとプライベートというか仕事の方が水木さんこんばんはこんばんはーすちょっと長引いてしまいまして遅れました今日だからちょっとね30分ぐらいだわ30分やったら終わるからうん いや、あれっすね、あの、えー、全国47都道府県で、えー、ターポンを頑張ってました。はい、お忙しいのはやが、いや、麦茶さん、いやいや、こちらこそだわ。こ、こちらこそ来てくれてありがとうだわ。俺、俺ぼあの僕は別に本当に自分の好きでやってるんで。はい。あれっすね、あの、47都道府県で、一番受験、えー、高校受験、早いのは、何県だか皆さんご存知ですか ポンタさん、理科やる予定。えっとね、ごめん。今日は英語やるんだけど、理科もやりますよ。ちなみにポンタさん、理科は何の範囲やってほしいんですかえー、黒島由紀奈さん。えー、グッドゲーム、アザス、急な授業。ね。全国47都道府県で、最も、えー、最初に受験をする県。 これ、いつ習うやつですかこれはな、えー、っと、カッ一番に関しては、これは中3かな中3あ。皆さん、いいね、ありがとうございます。ね、ちょっと今日ね、開始が遅れちゃったんで、30分ぐらいしかできないんですけど、30分で終わりにしますわ。水木さん、東京。東京かと思うじゃん。 全国で一番悪いの大阪やと聞いて。いやいや、それはないと思う、多分。頭悪いいやいや、それはないんじゃないですか。そう、一番ね、あの、最初に受験するのは、東京都かと思いきや、神奈川県らしいんですよね。神奈川県が、えー、14日 ?14 日にやるから。埼玉、うん。でもね、やっぱね、東京、埼玉、えー、神奈川、 えー、大阪とかはやっぱり早いね。早い。ポンタさん、電流のところ、いいよ。じゃあ、電流のところ、やりますよ。うん。じゃあ、ごめんね。うん。皆さん、あの、すいませんね。お待たせしました。じゃあ、問題やっていくと、えー、っとね、これ。えー、っとね、これ3番で、ね、最初答え。これ3番答えですよ。えー、しあさって、受験、聖樹さん、じゃあ、千葉、千葉いつだったかな。染色もやってほしい。いいよ、いいよ。やるやる。 はい。いきます。これ3番です。これはね、そう、えー、ね、この、train が、えーね、この train that goes to 横浜。だからこれ訳すと、これは横浜に行く電車ですかってことね。そう、横浜に行く電車ですかっていう。うん。この、ふは、このね、普通、物には使わないから。だから違うと。 だし、この、that と、あとこの going がおかしいからね。まあ ,that is going だったら、まだしもわかるけど、that going は絶対おかしいから。これ違うと。で、まあ w i c h もいいんだけど、そう、w i c h だったら、この goes だからね。電車は1個だから、ね。え3、ー、人称単数だから、ね、goes。ね。だからこれ違うと。よって、答えは3番と。皆さん、正解できましたでしょうかじゃあ次行っていいですか あこれはめっちゃいいもんだね。はい。えー、ハリネズミさん、受け身教えてほしい。受け身もね、多分や,やるよ、今日。英語ってどう勉強すればいい営業え、えーえー、今あの、英語と勉強が、あの、合体して、営業になっちゃいました。英語は音読っすね。僕の、僕の意見だと、英語は音読。はい。 一番の役、これは、一番はね、役は、これは、これはね、これは横浜に行く、横浜行きの電車ですかって意味。じゃあ次。let me, let me なんとか if you find the book. これは、えっとね、let, let を使うときはもう決まってるよね。let のときは動詞の原形ね。let me know ね。必ずここは動詞の原形が来るから、原形 Let me Let me show だったら私に紹介させてくださいだし例えばね、あのー、例えばさ、あのー、映画とかでよくあるんだけどこう腕をさ掴まれて話してよとかっていう時って Let me go とか言ったりす,たりするんだよね Let me go これは、まあ、直訳すると行かせてくださいね行かせてください、まあ、つまりこう あの、転じて、話してよとか、そういう意味。ね。let me 動詞の原型ね。let me know だったら、知らせてくださいだし、ね。let me,、uh, let me,、uh, let me, and,、uh, let, uh, let me explain だったら、まあ、説明させてくださいとかね。そんな感じ。じゃ次。えー、っと、the castle. うん、これは、そう。 白鷺城と呼ばれているお城。白鷺城と呼ばれるお城は、姫路にありますって意味。イン姫路。ね。白鷺城と呼ばれる城は、姫路にあります。だから、そう、呼ばれるに当たるのがど、どれやどれや ?4 ですね。ルーさん正解。モンヒビさん4だわ。そう、4ね。4。偏見さんも正解。これは、cold ね。cold。 ね。これは、そう。The castle is c a l d でしょ城は、呼ばれるだから。白鷺城と呼ばれる城だから、これは、The castle c a l l e d 白鷺城 is in 姫路。ね。OK? のさん、こんばんは、こんばんはオッ OK? じゃ次ね、次。これはなんだ、これ。あ、これは結構ね、面白い問題。 I visited Hokkaido and had a なんとか time there. これは、どれだこれね、実はね、これ答え4番なんだけどさ、ね、これさ、別にさ、あ、ごめんごめん、これ、答えは2番、2番なんだけど、これね、2番なんだけども、これさ、4番がダメな理由みんなわかる ま、これ、1番と3番はないじゃん、絶対に。4番がダメな理由、わかりますこれ、ちなみに。四あ、レさん、正解、すごい、レさん、よくわかったね。レさん、その、ガーラかな、それ。ね、これは、ね、あん、これ、もし、これだ、あの、えっとね、もしここがさ、あんだったら、an amazing time でもいいんだよ。でも、そうそう、これ、あだから、グレー a t なんだよね。 An amazing time. だったら、別に4番でもいいから。そう。それよ、く分かったね。それ。素晴らしい。じゃあ、次、あ、これもいい問題ですね。これ。これいい問題。これ結構間違える子多いんじゃない ?Every, every student. ま、あこれはね、まあ、最初に言っちゃうと、これ、1か2で迷う問題ですよね。1か2。Every student.I wear a n ってやつ。そうそうね。 a dog だけど、例えば egg とかは an egg っていうからア n e g ね。ちなみにこれ、まあ、これね、あの、3と4はまずないじゃん。ね、これ、1か2で迷う問題ですけど e v e r y リは、一人と見るそれとも複数と見るこれは、これ、これいい問題ですね。これ2番ね、正解2番。そう、every は、えー、一人一人って感じ。それぞれ、うん、一人扱い。そう、一人扱いね。 これは、every student has to come. ね。これは、has です。これ、えー、もし今、受験生、もしくは中1中2、えー、高校生、これ、あの、知らなかった方、ぜひフォローお願いします。はい。ね、僕のこの TikTok では、あの、こういうね、あの、こう、役に立つというか、 わあ、それ知りたかったんだっていう問題をね、今集めてますんで。はい。もしよかったらフォローお願いします。はい。ね、エブリは、スチューデントね。スチューデント。じゃあ、じゃあもしね、じゃあ問題、じゃあ問題。じゃもし、これはオールオールスチューデントあ、もうスチューデンツって言ってるか。わり。スチューデンツ。うん、なんでもないですわ。 これいきます。はい。次、次にこれ。並べ替えね。並べ替え。3、4、3、4が違うのはね、これまあちょっと、うん。えー、っと、うん。must とか、should to とは言わないんだよね。うん。そう。これ、これはもう、これはね、あの、half to っていう、これね、half to、half to で、これはもう、must と同じ意味なんだけど、うん。ね。そう。 この h a v e t o なんだけどこの主語、えー、がね一人の時は h a s t o になるからどっちですかっていう問題うんはい OK じゃあ今度はうんとねあこれこれね一語不要ね一語不要 h a v e t o まあまあほ,ほぼ同じ意味でしょほぼ同じ意味えー、っとねこれ一語不要ね はい、え主のやってたところテストに出て、私立、めっちゃありがとう、めっちゃ嬉しい。いつもテスト前に助かりますトラさんあの、こちらこそ、いつも嬉しいコメントありがとうございます。これ、順番わかる ?I want, I want, なんとか、なんとか。Oh, really? I found this on the internet I。I 偏見さん、34215?34215?34215?34215? レサも 34215?6 いらない。受験合格メロンさんおめでとう。34215?34216? ワナワな,なわゆかさんが34216と。34215? じゃ、ちょっと見てこっか。I want, I, まずこれさ、えっと、これはね、えっと、 私は、あなたの、よう、あなたのカバンのような小さいカバン、カバンが欲しいって言いたいわけよ。ね。あなたの、あなたの持っているような小さいカバンが欲しいって言いたいの。これはまずは、I want a small bag ね。まず、まず言うのは、I want a small bag。最初にこの、 small, a small bag の後に、あなたの、あなたのような、あなたの持っているカバンのようなだから、like yours like yours この yours は、これは、your b a g のことね。your b a g のこと。your バーグのこと。ね。この、この like はね、好きって意味じゃなくて、なんとかのようなって意味ね。なんとかのような。なんとかのような。だからそう、これはこのバーグがこの、こういうことね。あなたの持っているカバンのような小さいカバンが欲しいってことよ。どう ?OK? で、あれね、ちなみにこの全部の問題が必ず1号不要だから。1語不要。 じゃあ次はこれ。これもいい問題ですね。Were there many people in the soccer stadium? 先生こんばんはこんばんは。んんは yours がなんで your back? これがね、えっとね、yours ってのはあなたのものって意味なの。ね。あなたのものとか。他にもさ、m i n e とか、m i n e とか、yours とか、えー、ours とか言うじゃん。 ね、これは、そう、あなたのカバンって意味、これね。カバン。うん。はい。で、次、これが、ね、えー、っと、これ、最初の文、この A の文章を訳すと、これね、えー、っと、このサッカースタジアム、サッカースタジアムには、人がたくさんいましたかって意味。ね。これ、もともとは、there were many people。ね。このさ、there is ってさ、あの、何とかがいるって意味じゃん。ね。 There is a dog. とか、ね。だから、そう。サッカースタジアムには人がたくさんいましたかに対して、yes, it, なんとか。The game. えー、じゅさん、46315。スカイさん、46315。ほんとかな ?46315。うん。2位ランクね。2位ランクね。2位、2位がいらんのか。 はい四六三一五以外の方いますか四六三一五、これでいいんですかうんわーわーじゃなくてわーじゃなくて正しいああ、うんそう、so, そうだねこれね it んーと people were of was watching full う、uh. ん it was full of ーーうんうん、そう、このね、この主語のさ、it。この、この it は何かっていうと、これはサッカーステージアムね。サッカーステージアム。だから、そう、これ直訳する直訳っていうか、その、それは、えー、サッカーを見ている人でいっぱいでしたって言いたいの。ね。だから、そう、it。で、次に来るのはこの w e r か was なんだけど、ね、it は、 主語が一人。だから、it was ね。it was。でね、この、full of で、full of で、〜何々でいっぱいって意味ね。そう。it was full of。だから、ま、使うのは、full of。ね。で、watching people ね。watching people. あ、ごめん。ピコメン。people watching the game.people watching the game ね。ごめんごめん。full of people.watching the game ね。ごめんごめん。the game があったね。people watching the game.ok、okay、ね。その、この it はサッカーステディアムを行ってるから、 It was ね。うん。full of people watching the game. はい。じゃあ次行くと、うーんーとね、次むずい偏見さんが言うんだからむずいんだろうな。これは、えー、I have some pictures. で、なんとかかんとか、in オーストラリ a うん。で、show me, please. 見せてくださいっていうね。show me, please. 見せてください。これが、そう。I have some pictures. 私は何枚か写真持っています。で、なんとかかんとか、in Australia, オーストラリアのとか、オーストラリアでとかね。なんだろ、見ていくと、animals, lives, live, of, which, interesting. ちなみにいいですけど、これね、あの、これさ、 アニマルって言うじゃん、日本語だとさ。でもね、これ、英語では、エアナモーって発音すると、ネイティブっぽいですよ。これ、アニマルって、アニマルって言うじゃん、普通。だけど、えっとね、発音す、あの、カタカナで書くと、えっとね、エアナ、ナ、モーに近い。 エアナモ。エアナモ。ね。エアナモ。行ってみみんな。エアナモ。<laughs> はい。エアナモ。ね。はい。だから、そう。で、何、何が来るかというと、えー、46125。46153。46153。46、46153。ほんとか 4615さん。pictures of interesting animals live, which live. ああ、合ってんね。うん。はい。4615さん。はい。そうだね。これはまず、うん、I have some pictures. で、ね、この動物、えー、オーストラリアに住んでいる面白い動物。 の写真って言ってるんだよね。オーストラリアに住んでいる面白い動物たちの写真って言ったわけ。Animals だから、Lives が、だね、そう、えー、しのぶさん正解。これが、えー、っと、そう、I have some pictures, of、えー、ね、次、of.of で、次、これね、うん、interesting animals ね。 これ先に多分ね、animals が来るんだけど。testing animals. で、which, which live in Australia? ね。そう、これ、えっと、そう。まあ、なんだろ、普通に、普通というか、 この interesting は最後に入れる感じかなこの。まずは、そう、pictures of animals じゃん。で、この interesting どこに入れるかなって最後に、まあ、anomals の前かなっていうんで、ここに入れる感じ。伝わるかな ?of interesting animals which live in Australia ね。はい。of, of ってのはこれね、なんとかのって意味だから、そう、面白い動物の写真ってことよ。I have some pictures of interesting animals. ね。which, which は、うん、えー、っとね、まあ、pictures の後でもいいんだけど、ここは、そう、この、まあ、animals と live を使いたいというか、うん、この、ね、えー、オーストラリアに住んでいる動物って言いたいから、うん。 リブズこれねリブズは、この、ここが、アナ、アナモだったら、リブズでいいんだけど、これ複数形だから、リブね。そう。これ、anamals の複数形だから、リブね。リブオッ o k これはそう、オーストラリアに住んでる面白い動物たちってことね。ok. 英語の勉強方法、英語はね、いい方法があるよ。それはね、僕の tiktok をフォローすることです。はい。that でもいいね。that でもいいよ。で、本当のこと言うと、まあ、本当のことっていうか、英語は、リスニングあ、違うご、ごめん。英語は音読、音読が大事。ね。英語は音読が大事です。はい、次行きます。I live in Hokkaido now。うん。私は今、北海道に住んでいます。で、えー、oh, really? の後に、はい、lived, did, how, have, long, you. えー、35461,35461,35、ほんとかなぁ。35461。うん。多分ね、この lived とか、did とか、こ、こっから察するに、まあ、どのくらい住んでるんですかっていうだよね。ど、ど、どのくらい住んでる、ど、どのくらい住んでるんですかっていう、 あの、文章を作ればいいんだよね。音読の他に何、何やればいい音読の他はね、あれ。あの、僕のツイッターとかね、あの、YouTube をね、フォローするといいよ。ね。だからこれ、どのくらい住んでるんですかって言いたいときは、まずね、まず来るなこれでしょう。how long ね。how long。でしょもう、これはもう、常識よ。英語、英語の常識。まずは、how long。ね。 How long? で、こう、どのくらい住み続けてるんですかっていうね。うん。これは、まあ、中3でなるんだけど、この、How long have you lived? ね。How long have you lived? この have、have プラス過去分子形で、こう、ずっとしてるっていう、ね。ずっとしてるっていうニュアンスね。 うん、I have studied English for two hours だったら私はそう英語を2時間ずっと勉強をし続けてるっていうニュアンス、まあ、勉強し,、うん、してるし続けてるっていうニュアンス、うん、はいはいじゃあちょっとごめん今日ね始めるのが遅かったからもうちょっとこれで終わりにしようかな9番自力でできたすごいジャックさんこれはンさんこれはね中学 あ、この最後の問題だは、中 3? 中3っすね。はい。こんな、いやいや、ゆきさん、そんなことないから。普通に難しいよ、これは。はい。めちゃ脳活性化されたありがとう。えー、うん。水きさん、イェイ。ごめん、ちょっと今日ね、先生7番の答えですが、Yes, there are full of people watching the game. ん ?Yes. There were full of people watching the game です。あ、そうなんすか Really? なんかオーストラリアだっけ ?Love, laugh and be kind さん。Love, laugh and be kind さん。Are you from Australia? ちょっとごめん。でも、うん。ま、あでも、どうなんだろうな。文法的に。うん。はい。今日難しかった YouTube でおさらいあ、アリゾナね、アリゾナ。うん。Really?、Uh, is this, あ、uh,、うんじゃ is this grammatically, uh, grammatically incorrect?This is not, this is, not correct, correct, and this, h、huh? uh, t h、really? mm, i s sentence doesn't make sense.really? うん it. 明日、ごめんね。明日はね、ちょっと、えー、時間決めてない。決めてないけど、始まりが word で始まってるので。w ー r d there, h、uh, how to long, set. いやいや、そんなことない。あの、えっとね、 How long とかは、これで、どのくらい長くだし、例えば、how often だったら、どのくらいの頻度だし、例えば、how many だったら、どのくらい、例えば、how many times だったら、どのくらい、えー、何回くらいとか、ね。うん。早めにお願い。ごめん、明日はね、ごめん。えっと、どれだけ早くても、6時とか7時になるわ。はい。 そうあ、そうそう、ハウマッチとかねはいはい,いやごめんちょっと今日はね30分しかできなかったんですけどまた明日やるんでま,また明日もっていうかあの、毎日やってるんでもしよかったらカイトさんティーチャーのおかげで偏差値65ありがとうあとでわールで始まってるんでわールで返しますあそうなんだアリゾナうーん 難しかった桜さん。それくらいがいいです。うん。まあ、あれだね。明日、また、あの、んこの重要問題は今年の受験でも関係。もちろんしますよ。ピーコさん、もしで解いた。あ、聞く。もしかしたら、ツイッター行き。ツイッター行きですね。はい。なんで最後、ゼア。あ、このゼアはね、北海道ね、北海道。うん。このゼアは北海道です。北海道。そこにって意味。そこに。そこに。 これは北海道ね。文法的に正しいですが、誰もそのように話しません。うーん。a n なもの練習ね。そう。エアなも。a じゃあ皆さん、See you! 忙しい中ありがとうございました。いや、ゆうとさん、こちらこそ。It was full of people who were watching. それはまたちょっと違うかな。はい。 数学がいい。まあまあまあ、ちょっとまた明日決めますわ。じゃあ、皆さん、つかイさんも、ありがとうございました。じゃあ、良い週末をお過ごしください。じゃあね。おやすみ。またね。バイバイ。はい、またね。<せ> Thank you, love, l o v e and be kind さん。じゃあね。See you. 切ります。じゃあね。